それでは、今週 の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、今回がこの授業の最終回ということになりますけれども、前回は、拡張ゆっくりとご助法の応用の一つで、中国徴用定理について説明しました。で、今日は、また、拡張ゆっくりとご助法の応用の一つなんですけれども、その有理数の再構成という話について、説明したいと思います。で、教科書テキストですと、69ページですね。69ページのセクション 4.12 分数小数変換というところからの、内容に含まれる内容です。で、今日の題材なんですけれども、用意してみましたら、意外とたくさん分量があって、多分今日この1時間の中では全部は語りきれないと思いますので、今日のところはとりあえず行けるところまで、その内容を絞って紹介したいと思います。で、その有理数の再構成なんですけれども、これどういうことか、話かっていうと、その有理数をですね、その常用管に埋め込んで計算するという話です。で、その有理数を常用管に埋め込むっていうのが、どういう、具体的にどういうことを指すのかっていうのをもうちょっとちゃんと説明するために、ちょっと例題を、割と単純な例題ですけれども、挙げてみます。例えば5分の2プラス3分の1というその有理数の計算ですね。これをやってみますと、これは多分皆さんにとってはほぼ自明な計算だと思いますけれども、こういう形でこう計算できるわけです。で、これをですね、あるその整数を法とした常用管の中に埋め込んで計算しようと。で、ここで P と書いたのは、これはこれから説明する通り、必ずしも素数である必要はないんですが、この与えられたその有理数に対して、そのきちんと計算が行われるための条件というのはいくつかあります。で、そうすることによって、例えばこの場合ですと、そうですね、例えば、例えばその与えられた有理数が R over T というような形でしたら、今この例で実質をその例えばここに出てくるその素数有理数の分母と分子の常解がある程度与えておくわけですね。例えばこの場合ですと、出てくる分母、与えられた数の分母としては5と3しかなくて、で、その計算結果で出現し得る分母の大きさとしては、例えば15以下であるというような仮定をすることにします。あらかじめ仮定をすることにします。で、例えば、
まあ、あの分子の方は絶対値は15、上階15だし、それから分母の方の上階は16であるというふうに仮定するわけですね。で、その上で、まあ、この辺も後で詳しくは説明するんですけれども、その分母と分子の上階をですね、こうかけて、それのさらに2倍を取ったような数を上回るような数を P として選びます。今、R と T の上階としてそれぞれ15と16を選びましたので、その15と16の積を取りますと、240になります。で、まあ、それを2倍ですので、480を、まあ、超えるような、P ですね。なり整数を選ぶことにします。まあ、ここではちょっと素数を選びますけれども、で、まあ、ここで一応480よりも大きな素数の中で一番小さなものを探しますと、この場合487という数が出てきましたので、で、まあ、まず487を P として選ぶことにします。で、次にやることはですね、この、まあ、R over T を、この487を法とする剰余関の中に表現するということですね。で、その、まあ、有理数をその剰余関の中に埋め込むというのは一体どういうふうにやるんだという話になるかと思うんですが、今、少なくとも今の場合ですと、この P が素数ですから、そうすると、その P が素数ですから、この剰余関の弦ですね、ゼロでない弦。は、情報の逆弦を持ちます。なぜかというと、その、まあ、480より小さい、まあ、非ゼロの整数ですね。まあ、特に正の整数、正の数ですと、478と全部互いにそうですから、これは情報の逆弦を持ちます。こちら消してよろしいですか。ということなんで、そこで、今その、まあ、有理数として R over T という数が与えられたと思うんですけれども、でこれを、t に関してですね、分母の t に関して、この分母の t を、この剰余関でのその逆弦に置き換えましょうと。で、その分子の r に、その分母の t の逆弦に相当する数をかけますと、この剰余関の弦になるわけですね。ですので、
まあ、こうすることでその与えられた有理数に対応するこの剰余感の弦を表すことにします。ここまでいいでしょうか。まず有理数を剰余感に埋め込むっていう操作はその、まあ、今のような形で剰余感を決めてで、今はちょうどあの剰余感の方 P を素数としたのでまあその0でない分母っていうのは必ず情報の逆に持つと。ですのでこの分母の代わりにこの分母の剰余感での逆面に相当する数をかけることでその与えられた有理数を剰余感の中に埋め込むということをします。でとりあえずじゃあその手順に従ってまずその今5分の2プラス3分の1っていうのを計算しようとしてますからそのまあ5分の2ですね、まあ、5分の2をそのこの剰余感に埋め込んでみましょうということをやります。で、5分の2をその、この剰余感に埋め込むためには、まずその分母の5のですね、この剰余感におけるその情報の逆円を求める必要があります。で、まずこれ5のその剰余法の逆円の計算なんですけれども、これは前々回 の授業でやりましたように、そのモジュラーインバース方逆円の計算をすることで、計算することができました。で具体的にはその どういう手順を取ったかというとここでもその拡張ゆっくりと互助法を使ってと、まあ、487とその5からその拡張ゆっくりと互助法によって、どういう結果が得られるかというと一応その、計算過程は、ちょっと今この場では省略しますけれども、公認ノートの方には逐次書いてますので、後で必要な人はチェックしてください。これと拡張ゆっくりと互助法をやりますと、マイナス2倍の287プラス190。5の195倍と出ましたので、そうすると、この剰余感でのその、5の逆転というのは195ということになります。そうしますと、この5分の2をこの剰余感の中でどうやって表すかということは、まあ、分子の2ですね。分子の2に、この分母の5の逆減に相当する数ですので、195をかけます。そうしますと、390、という数ですね。実際に、そうか、195の2倍は390で、一応、この487を法として、まあ、こういう表現、このままの表現でいけますので、390という数を、この5分の2に対応する剰余感の弦として割り当てます。ここまでいいでしょうか。で、次に、その3分の1ですね、もう一つ足す有理数で、加える有理数で3分の1を、まあ、この剰余感に埋め込むということをやります。
で、今回は分子が値が1ですので、まあ、これは単純にその3の乗法の逆数をこの乗算での逆数を逆円にすればいいわけですね。そうしますと、これも先ほどと同じように、その3の逆元の計算は、法である487と、3のをこうに対して、その各種有給と誤乗法を適用させるということで計算できます。一応その結果で書きますと、487は1倍で、3は、に関してはマイナス162をかければよいと。そうしますと、それが結果が1になるということですので、3の逆数が、マイナス162なんですけれども、一応これ正の、符号に直しますと、正の符号に正の数に直しますと、まあ、325ということになります。やって、3分の1とをですね、この乗算に埋め込む際には、この325を対応させるということにします。ここまでいいでしょうか。で、このようにしてその、まあ、加えるべき有理数をそれぞれ乗用管の中に埋め込みましたら、実際に今度はその2つの数を加えるんですね。この有理数の加算に対応する計算として、その有理数を埋め込んだその乗用管の2つ の数を加えるということをします。そうすると5分の1と3分の2の和をもともと計算しようとしていたわけですけれども、まあ、それに対応するその乗用管の元として390と325っていうのを割り当てましたので、まあ、その和を取ります。そうしますとこれが715となりますので、一応これ与えられた487でこう取ると、乗与を取ると、228という値が出てきます。まあちょっと最初は数学的なバックグラウンドはとりあえず省略して、とりあえずその直感的にですね、まあ、計算を進めて後からうまくいきますということを言いますので、とりあえずこうどういうふうに計算するかというのをちょっと手順を見ておいてください。で、そうしますと、一応まあその有理数に対応する乗用管の元を加えて、なんかこういう乗用管の元が得られたんだけれども、まあ、次に必要なのは今度はこれをそのまた有理数に引き戻したいわけですよね。そうすると、
まず最初に、この、R オーバー T で、これをその満たす、これというのはその、この有理数に対応する、だからこう逆でもいいのか、だから228っていうその常用化の弦に対応する、元の有理数の、弦 R と T が存在するかっていうことを確かめる必要があります。まずこれが1点目ですね。それから、2点目としては、もし仮にですね、こういう1番の条件を満たす分母と分子の R と T が存在したとしても、それがちょうど元の我々が意図した有理数の、この2分の2と3分の1の和である、数の正しい分母と分子に一致しないと、我々としては計算をやってる意味がないわけですよね。ですので、その、もし、括弧1を満たす、存在するならば、もしその上のですね、最初の条件1を満たす R と T が存在するならば、この、その1番で求めたその有理数というのは、その本来我々が計算したい計算の結果に対応するかというのが、こう、疑問、我々の疑問となります。で、一応この2つ の、 その疑問に対する回答としては、この後でですね、ある定理でそういうことがある 条件を満たすようにしかるべき計算をすれば、こういう2つの条件を満たすその計算が、有理数 R と T の計算ができますということを後から示しますけれども、ひとまずここでは、その直感的な理解のために、じゃあ、実際にその5分の2と3分の1の和である15分の11っていうのをこの常用感に埋め込んでみた結果と、それから、逆にその3番で出しましたこの228っていう弦をですね、元の、その有理数を復元した結果を比較してみようかと思います。で、とりあえず、この、15分の11ですね、我々が本来必要としている15分の11っていう数を、この今考えている常用感に埋め込んでみることにしましょう。そうしますと、分母の15の逆円をこの常用感でですね、逆円を計算しますので。逆円を計算しますと、487のマイナス2倍に、
15の65倍を加えるとちょうど1になるということが、まあ、あの拡張有形と誤助法から分かります。そうしますと、15の逆円が65ですので、15分の11をこの乗加に埋め込みますと、11かける15の逆減ですから、11かける65を計算することになりまして、そうすると、715と出るんですけれども、これを487で割った乗与を取りますと、228と出てきます。で、一応この結果っていうのは、その先ほどですね、この5分の2と3分の1をこの乗与管に埋め込んで、でその和を取ったあの弦に一致するわけですね。ですので、どうもその何でしょう、あの計算としてはうまくいってそうだと、すなわちその5分の2と3分の1に対するその乗与管の弦を加えた結果が、その5分の1と3分の1の計算結果で15分の11を乗与管に埋め込んだ結果と一致するってことは、まあ、その乗与管での計算は矛盾なくできてそうだというふうに思われるわけです。そうすると今度は、あとやりたいことは、その、この228ですね、この487を法とした乗与である228、乗与管の弦である228からですね、この分母と分子の15と11をあのうまくその取り出せるかというのは最後の問題になります。でそこで、最後の手段なんですけれども、実はここからは、まあ、ほんと種明かしみたいなものなんですが、拡張有形の誤助法で、あの法にとった487と、それからこの今、その、なんでしょう、和ですね、この上の3番の結果として、出てきた弦の228を、この拡張有形の誤助法にかけてみます。で、この部分だけは、一応、ある程度計算結果を示す、あの、過程を見ていった方がいいと思うので、一応計算過程を書きます。これを、まあ、RI と、SI と TI ですね。まあ、こういう形で表しますけれども、まず、最初の487に対しては、こういうふうに定めまして、それから、ある次の弦ですね。228に対しては、まあ、S1 は0で T1 は1というふうに、まあ、ここまでは定義で決まります。で、次に、487を228で割った乗与を求めるんですけれども、487からは228の2倍を引けばいいですので、そうしますと、その乗与は、31と1とマイナス2ということになります。ここの SI と TI もですね、単純に、その、まあ、こちら、
0番目のものから1番目のものの、まあ、定数解を引いているというところに注意します。で、もう1ステップ計算しますと、これ7倍すればですね、7倍すれば、31を7倍して228から引きますので、11とマイナス7と10と出てきます。で、ここでのポイントは、この乗与の11に注目したいんですけれども、この乗与の11が分母と分子の乗解ですね。分母分子の上階を下回ったところで計算を止めるっていうのがポイントです。先ほど与えた上階は16でしたので、この16をこの乗与がこの段階で11になって上階下回りましたので、この段階で計算をやめます。そうしますと、一応ここまでの結果を等式で表しますと、11が487のマイナス7倍に8の15倍ということで、あ、ごめんなさい、228です。228。で、これをその、こう使って表しますと、合同式で表しますと、487をこうとする合同式で表しますと、11が15×228 に合同であるという結果が得られます。で、ここで、この11がですね、11を R と置いて、で、15を、まあ、T と置くわけですね。R っていうのは分子、で、T の方は分母です。で、そうすると、まあ、本来はこの T の分母がこう逆数に、あ、逆数というか、その15のその逆減は、左辺に来てほしいところなんですけれども、まあ、それをまあ便宜的にこの乗与感ではまあ、両辺に15をかけるとまあこういう形になるということで、そうすると これによって結局先ほどその乗与感上のこの加算で出したその乗与感の元228と、それから有理数の15分の11っていうのは対応が取れていることが分かりましたので、まあ、これによってその、まあ、5分の2と3分の1の和である
15分の11が復元できるということになります。ここまで、ちょっとレイヤーとしては長かったですが、ここまでいいでしょうか。で、なんでそのこういうことをするかっていう趣旨なんですが、もちろん今回例題で表したような簡単な例には用いるわけではなくて、もっとその、分母の分子も桁が大きいような数に対してこういうことを行います。で、そのこういうことをですね、わざわざ行う動機というのは実は歴史的な背景によるんですけれども、この方法が計算代数の分野で発表されたのは大体1980年前後なんですけれども、その頃の計算機の能力ですと、その有理数を係数とするような多項式の計算をやろうと思いますと、当然係数演算は、その係数同士の計算は有理数演算なわけですね。で、有理数、ところがその当時の計算機の能力では、その有理数同士の計算というのは非常に手間のかかる計算でした。で、そこで当時の人たちが考えたことは、その有理数をですね、今のように複雑な有理数をそのある程度大きい数を項とする常用管の中に埋め込んでしまおうと。で、そうするとその何がいいかというと、一つはまず整数演算に帰着されますので、埋め込んだ後のその多項式ですね、多項式の演算が、係数の演算が整数演算に帰着されますので、有理数よりは効率が良いと。それから、もう一つの利点は、これ常用管ですので、桁数いくら演算を繰り返しても桁数が増えないんですね。で、この授業でもそうですけれども、計算代数の場合の整数演算というのは、その計算機の芯が許す限り2桁の整数の演算を可能で やることにするという前提ですので、桁数が増えれば増えるほど手間がかかる、計算の手間がかかってしまうというのは、この授業でも以前やった通りです。それが、この常用管に埋め込むということは、その何回その計算を繰り返しても、その桁数一定で、その係数もしくは多項式の演算が行われるということですので、その分効率は良くなるということで、こういうその計算の方法が考案されたという背景があります。ただし、そのいくらですね、常用管に帰着されれば、その係数の演算が速くなるといっても、有理数の、元与えられた有理数の分子や分母の桁数が大きくなれば、その分だけ、その常用管として取る整数の桁数も増えますし、そうすると、それはそれで、また効率に影響しますので、そのような場合をどのようにして解決したかというと、実はその前回紹介しましたその中国常用定理などを使ってですね、その中国常用定理を使えば、そのなるべく何でしょう、小さな複数個の、より小さな複数個のその常用管で計算した結果を元にして、そのもっと大きな常用管での計算結果を復元できるという性質がありますので、ですので、今回のその方法と、それから中国常用定理を組み合わせた方法で、その計算の効率化を図るというようなことが、そうですね、その先ほど紹介しました1980年以来に提案されて、で、この方法は現在でも使われています。実際、僕がですね、その先々週参加してきました計算数学に関する国際会議があったんですが、そこでも少なくとも僕が聞いた2件の講演では、この有理数の再構成と、それから中国常用定理を使って、そういう有理数係数の多項式の計算の効率化を図るということを使っているような研究発表がありました。で、
一応まあ、ちょっと背景を述べた後で、一応このメインの定理のですね、ステートメントだけ紹介しておきたいと思います。定理テキストでは70ページの、定理 4.80 というところです。ここではノーテーションはちょっと多少テキスト変えてありますのでご了承ください。N と B と R スターと T スターというのを整数とします。で、B は0以上、0以上、皮膚で N より小さい数としまして、それから、R スターは0以上で N より小さい数としまして、それから T を正とします。で、それから、N と B からに対して、その、各種ゆっくりとご情報を適用させます。で、その結果を、RI、SI、TI の組で、の列で表します。で、さらに、J をですね、この RJ、N と B から始めるその多項式乗列ですね、乗列か、多項式ですね、多項式ではなくって、N と B から始める各種ユークリッド5乗法の乗列の乗用が、R スターと等しいか、それ以下になるような、最小のインデックスとします。で、その時点で、この RJ に対してですね、この RJ を R プライムと置いて、SJ を S プライムと置いて、TJ を T プライムと置きます。で、さらに、これはその今までの計算とは関係ないんですけれども、ある整数 R と S と T が存在するして、これ仮定なんですが、
R が NS プラス BT に等しく、それから、R の絶対値が R スター以下で、それから T の絶対値は正でかつ、T スター以下であるとします。以上が仮定で、この時次が成り立つというのが主張なんですけれども、まず、t プライムっていうのはこの上のですね、その拡張ゆっくりとご助法によって計算されたこの tj なんですが、その絶対値が0より大きくかつ与えられた t スター以下であるというのが一つ目の性質で、それから二つ目の性質は、もし n がですね、n が r スターと t スターの積の2倍より大きければ、ある非ゼロの整数 q が存在して、R が R' ですね、上で求めた R' の9倍、から S も上で求めた S' の9倍、から T も上で求めた T' の9倍に等しくなると。はい。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。あ、すみません、そうですね。これ、失礼しました。はい。ご指摘の通りです。ありがとうございます。T スターです。で、先ほどのその計算例と対応して見てみますと、その、まあ、こちらの仮定にありますこの RST っていうのが、その、まあ、本来計算したいと思って復元したいと思っていた有理数の性質ですね。で、まあ、それに対して、上で与えられているものが、その先ほどで言うと、その常用間での計算結果に相当するものです。ですので、この条件の、まあ、特にこの主張の2番目を見てみますと、この n というのが、その先ほど法として決めた、確か487という数だと思うんですけど、まあ、その法の数ですね。ですので、この法の数がですね、この、求めたいこの有理数の分母と分子の絶対値の上階よりも十分大きく取ればよいと言っています。十分大きく取れば、その有理数が適切に復元できるということを言っているのはこの定理の内容です。ここまでいいでしょうか。さて、で、一応、ちょっと時間が間に合うかどうか分からないんですけども、最後にこの今のですね、その有理数の再構成の応用としまして、
循環有理数をですね、まあ、小数表現から復元するという話をしたいと思います。で、これはどういう話かというと、今、Z という有理数が与えられているものとします。まあ、アルファベットの Z ですね。が T 分の S という形で与えられていて、で、まあ、一応1より小さな値ということで、S も T も0以上 でさらに、T は S より大きいということにします。で、この S と T はともに、ラージ M という値以下であることにします。で、今のポイントはですね、この Z、この S と T が直接は我々与えられていないという点です。しかし、その代わり、この S と T のですね、近似値による、その小数による近似値表現が与えられているものとします。で、どの程度与えられているかというと、M の2倍がですね、10の形状を超えるような K に対して、すなわち、その桁数でですね、この M の2倍をこう超えるような桁数に対して、この Z の整数、小数表記がですね、今、この Z は1より小さいですから、整数分は当然0なんですけれども、こんなふうに、その小数点以下、K 桁以上分かっているものとします。で、この時に、これから述べるアルゴリズムによって、この Z の規約分数の表現が得られる、得るというのが、これから述べるアルゴリズムです。11枚目ですね。11。で、インプットは、
z イコール t 分の s がインプットじゃなくて、の、小数表現 b ですね。の小数表現 b。これは、括弧認識。まあ、上の黒板のように与えられている小数表現と、それから、その桁ですね。とまあ、ちょうど 2m2 乗を超えるようなあの桁 k が分かっているものとします。で出力としては、Z の規約分数表現で、まあ、この S プライムと T プライムを出力しましょうというものです。で、以下、次の計算ステップで計算を行います。まず、B プライムとして、10の、あ、B に対ですね、B の10の形状倍を計算して、その整数部を取り出します。で、こうしますと、何が得られるかというと、一応今のうちに解説しておきますと、 B プライムとしてはそのこの与えられたその Z の小数表現の上位 K 桁のからなる整数が得られるというところに注意します。こういう形ですね。でステップ2で、ちなみにこの B プライムですけれども、これが、10の形状よりは小さいということにも注意してください。で、今度はこの次のステップで、今言いましたように、この10の形状ですね、これが N ですけれども、N と、それから、B プライムか。で、この10の形状と、今、こう、求めた B プライムから、各種ユークリッドの誤乗を計算します。で、この剰余ですね、剰余がどんどんまあ小さくなっていくんですけれども、この剰余の、RJ が M を下回るような最小の J を、インデックス J を求めます。で、その、インデックス J が求まった段階で、そこでの sj と sj を s プライムと置いて、それから tj のマイナス1倍を t プライムと置きます。で、こうして計算されたその s プライムと t プライムから実は
求める、有理数になっているというのが、まあ、このアルゴリズムです。で一応あのテキストにあの例題があります。71ページの、例の 4.82 というのを見てください。一応読んでしまえば後から何計算するかというのをテキストを見れば分かると思うんですけれども、その、まあ、循環小数として、0.285714 の規約分数表示を求めると。というのがこの例題です。まあ、あの、非常にエレメンタリーですけれども、一応まあ、やっておきましょう。一応条件としましては、この、あの、R というのが、一応、T 分の S としては表、T 分の S だっけ、T 分の S として表されているとして、一応この分母と分子 の、 あの、まあ、上階としてあの7が与えられるとしましょう。でそうしますと、この先ほどそのアルゴリズムで出しましたこの桁数ですね、この10の形状というのを求めなければなりませんので、2×m の2乗というのを計算すると、98を上回る10のべき乗を求めます。この場合は、あの、まあ、e を2と置けばいいわけですね。10の2乗と置けばいいので、そうすると、ここでその n としては10の2乗を、まあ、すなわち100と置くことにします。それからあと、B が、10の2乗 R、あ、じゃあか、B' が、10の2乗 R ですので、これがちょうど、なんでしょう、この285714を、100倍して整数部を取りますので、28となります。で、ここから、100と28を使って、あの、拡張有給と誤助法を計算します。で、ちょっと時間があまりないので、この過程は省略しますけれども、4ステップまで計算するわけですね。R
4S4T4 というのを計算すると、4と2とマイナス7という組が出てきます。で、この時点で、この RJ がですね、初めてこの M である7を下回りますので、そうしますと、S' は、2となって、T' が7となりますので、故に、求める有理数は7分の2ということになりまして、この程度ですと、これまで求めた方法でも求まりますけれども、一応、今述べたアルゴリズムでも、この循環小数ですね、から有理数の表現が得ることができましたという例題です。はい、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、ちょっと最後の方ですね、今日全般的にかなり駆け足になってしまいましたけれども、一応主要な今日出てきました定理の証明ですとか、それから計算のステップは全部今日の分の講義ノートにありますので、必要な人は後で確認してみてください。ちょっと今日は分量が多くて、実は講義ノートではいつもの授業の3回分ぐらいになっています。で、一応この授業では拡張ユークリッド互助法がですね、最後の方メインになりまして、基本的な計算手順を紹介、いろいろ紹介しましたけれども、こういった形でこう基本的なアルゴリズムはいろいろなところに役に立っているということをですね、理解していただければと思います。で、秋学期の方は計算機数学2ということで、今度は田島先生による講義が予定されていますので、興味ある人はぜひそちらも受講していただければと思います。ということで、4ヶ月間でしたけれども、また何か機会があったら一緒に勉強したいと思いますので、よろしくお願いします。今日は皆さん、これまでお疲れ様でした。